こんにちは、柴田です。今回はギターのメンテナンスで香るアイテムを3つご紹介させていただきたいと思います。結構ね、メンテナンスはね、手が臭くなりがちかと思うんですけれども、最近はね、結構ね、香る系のですねアイテムが人気がありますので、ぜひぜひですね、これチェックしていただきたいんですが、今回ご紹介する3つはですね、1つ目がフレット磨き、そして2つ目が指板のオイル。これはですね、フィンガーイースとしても使える指板のオイルをご紹介します。で、3つ目はボディを磨くポリッシュ。まあ大体お家でできるメンテナンスっていうと、まあフレットを磨いて指板に潤いを与えて、そしてボディをピカピカにすると。この3つがあればね、ある程度家庭でのメンテナンスは賄えると思います。まず1つ目はですね、フレットを磨くフレットバター。これはですね、非常に甘い香りで、まあ、生クリーム系というか、まあ、シュークリーム系、まあ、そういった感じのですね、甘い匂いがします。指板にも使えるんですけれども、それはもったいないので、私シーバードはですね、フレット磨きとして使用しております。まあ、フレットを磨くのはね、半年に1回とか1年に1回でいいと思うので、これ1つあればですね、結構長持ちします。裏面に記載されているのは、まあ、この1枚で約20回繰り返し使用ができます。レモンオイルは不使用ですと。で、注意点として、指板やフレット以外のパーツ、ブリッジやペクでは使用ができません。ここはね、注意していただけたらなと思います。で、2つ目はですね、猫だまり工房と千葉管楽器のコラボアイテム、チョコフレークの香りがする指板オイルです。なんとも奇抜な商品なんですけれど、皆さん、ギブソンのケースの香りって嗅いだことありますか？このギブソンのケースの香りってすごく甘い匂いがするんですよ。非常に独特で、まあ何の匂いに近いかなっていうのをですね、こういろいろ考えていたら、チョコフレークとかが近いんじゃないかという話に千葉管楽器のマイスターとなりまして、実はこちらの商品、サンプルを作る段階から私シーバードもですね、参加させていただきました。猫だまりさんの指板オイルは非常にいいというですね、口コミで広がって、僕も普段から愛用しているんですけれども、そこに香りを付け加えて、これがね、またいい感じなんですよ。使用方法としては、まずはですね、こういったネック用のオイル、これでネック全体をですね、拭いてからコーティングとしてこちらのオイルを塗っていきます。すると潤いがですね、持続されるんですが、そこにプラスアルファで匂いがついてくると。で、しかもフィンガーイーストとしても使用ができるので、まあ、こういった布にオイルをつけて弦をこう拭くんです。そしたらもう滑りもツルツルになるし、ほんのりと手に匂いがつくのがね、これがまたいいですね。毎日ギターを弾き終わった後に、こちらのオイルを弦に塗っておくと。で、弦交換の時には指板のオイルとして使用する。めちゃめちゃおすすめのアイテムです。そして3つ目はですね、ケンスミスのポリッシュ。これはですね、ネットを見ていると匂いにはね、賛否両論ありますね。個人的には結構まあ好きな匂いではあるんですけれど、例えるなら、まあ、サイダーというか芳香剤というか、僕の中でのイメージが一番強かったのはアメリカのチューインガムというか、結構ね、癖があるような感じの匂いです。なのでね、好みでね、匂いはね、分かれてくるかなと思うんですが、これはボディ磨きとして使用するんですけれども、布にね、湿らせて拭いているだけなので、そんなにね、匂いはつかないです。リペアマンもね、御用達ということで非常に人気のある商品で、ポリ塗装、ラッカー塗装、そしてグロス、艶消しなどにも使えます。まあ、ただですね、オイルフィニッシュは NG ということなんで、そこは注意してください。というふうな感じで、今回は3つのメンテナンスアイテムをご紹介させていただきました。フレットバターとケンスミスのポリッシュに関してはサウンドハウスで購入ができます。猫だまり工房のチョコフレークに関しましては、千葉管楽器で購入することができます。ネットだと千葉管楽器のデジマートで購入ができますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。